模倣。以前、井戸の底のミニハウスと、学生時代の女友達、B に住み着いている者の話を書いたものです。去年の秋の話です。H は、コンパクトの件で懲りたのかと思っていたら、全く懲りていない。相変わらず見えることを利用して、ちょいちょいと稼いでいるようで、その奴の小遣い稼ぎに関わる話。いつも H はいらないことをすると奴が絡む話には常に不愉快な A が、文句よりも趣味で根掘り葉掘り聞いていた怖いよりは珍しい事例です。コンパクトの件を投稿してから何ヶ月か経った頃、 H から連絡が来て飲みに行くことになった。それで呼び出された先が変な場所だった。少し距離がある市で、町外れに森というか林があって、その中。おいおい、と思いつつ、指示された通り砂利を敷いた道に入ったら、何か錆びれた石碑みたいなものが奥にあった。石碑の横で待っていた H に、おい、こら、と言うと、奴は、大丈夫、大丈夫。いるけど、しょぼい奴だから。などとほざいて、カッカッカッと笑った。そうか、じゃあ、とっとと出て、飲みに行こうぜ。と俺が言ったところで、H の携帯が鳴り、奴が出た。はーい。J 来たよ。あ、ここ。J とは俺のこと。H が携帯を切り、砂利道を歩いてきた B に手を挙げた。やっほー、J 君。手を挙げ返しながら歩いてくる B の姿。手にはコンビニ袋。お疲れ、B さん。コンビニ行くとき迷わなかった？少しだけ横道間違えちゃったみたいでした。ここ戻るときも。そう答えた B が、コンビニ袋の中身の食品を下げていたバッグに詰め替え始める。その隙に、俺が H を見ると、小声でこそこそと説明してくれた。頼まれごとで、話の段階じゃよく見えなくてさ。最悪のケースを想定して B さんを呼んどいた。まあ、勇み足だったけどね。そういえば、会う日時と場所を指定したのは H だった。何も知らない既婚女性の B を一対一で呼び出せる仲ではないから、俺を口実に使いやがったらしい。 C は嫌がったんだろう。怨霊付き男愛の件以来、B の話はしたくない様子だから。呆れた俺に構わず、H は続けました。J と B さん、仲悪くはないんだよね。今日は一緒に飲みで OK？ 一軒目で B さん返して、次行ってもいいよ。一軒目は、俺おごるから。と、飲む店の相談をしていたら、また H の携帯が鳴った。携帯を見た H は、俺と B に向かって行った。悪い、ちょい待ってて。少しかかるかもしれないけど。B は、J 君がいるし大丈夫。おしゃべりしてます。と、脳天気に答えて、H は俺だけにこそっと。この辺、B さんがいたら寄っても来れない連中ばっかだからさ。全く心配しなくていいよ。と言って、夕日の差し始めた木立の間に消えていった。それで B と、だらだらと学生時代のことなどを喋っていたら、ものの数分で、おい J、という H の声がした。なんか、妙に焦った声だった。
おう、なんだ、早いじゃん。ああ、ちょい、こっち来て。ややあって、道ではなく、横の林の中から現れた H は、頭に蜘蛛の巣を引っ掛け、肩に葉っぱをつけて、変に青ざめていた。H、何かあったのか？俺がそう尋ねて、B も、H さん？と不思議そうに聞いたが、H は答えもせず、すさまじい勢いで近づいてきた。そして俺の腕をがっしりと掴んで、結構な力で引っ張りつつ、来いよと言った。何か変だと思って、俺はなんとなく腕を引く力に抵抗して、引っ張り合うようになったところに、B が割って入るように近寄って。H さん、どうしたんですか？と言った。そうしたら、ぶったまげたことに、すごい勢いで向き直った H が、パッと俺を離したかと思うと、B の胸ぐらを掴んで、ぶん殴った。バキッと、グーで女の顔面を。悲鳴を上げて倒れる B。俺はびっくりして、動くこともできず、ただ H の形相を見ていた。さらに B を引き起こして、二発目を入れようとする H を、やっと動いた俺が引き止めて手を離させた。B はよろけながら立ち上がって、止める間もなく、キャー、助けて！と叫びながら、林の中に走り込んで逃げ出した。慌てて追いかけようとした俺の肩を掴んだ H を見て、その表情に正直ビビった。これマジで H か？そう思った俺の耳に A の声が刺さった。J 君？ H さん大丈夫？ああ、大丈夫。今撃退したから。H が張り詰めたような大声で返す。はい、J。やっと少し表情が和らいだ H は、携帯を俺の耳に突きつけた。J 君、もういない？ B の偽物。え？思わず聞き返した俺に、A はざっと説明をしてくれた。さっきまで俺といて、H を待ちながら俺と大学時代の話などをしていて、H に殴られた B は、B ではないと。完全に思考の停止した俺を H が引っ張って、林から普通の道路に出てしばらく歩き、コンビニを見つけて近づいた。もう薄暗くなった駐車場に B がいて、携帯をいじっていました。ああ、J 君、H さん。元気よく顔を上げた B の顔には、殴られた跡などは全くなくて。待ち合わせ場所に戻ろうとしたら、道に迷って、コンビニに戻っちゃって。メール出しても返事がないから、電波悪いのかなって焦ってたんですよ。うん。電波が悪かったし、J が来たし、動いちゃった。メールは来てないな。かろうじて笑って見せた H と、まだ思考停止していた俺の携帯が一緒になった。B です。すいません。コンビニには着いたけど、そこに戻る道がわからなくなっちゃいました。コンビニで待ってるから、J 君が着いたらコンビニ来てくれませんか？着信したメールを読んで、やっと頭が動き始め、混乱の渦に巻き込まれた俺をよそに、H と B はまた飲みの店を相談していた。店を決めると、さっさと電話をして予約した二人に引きずられて、とりあえずは飲んで喋り、
一段落したら早めに店を出て。主婦だし、お子さんがいるからそろそろお開きで、と、H が B を言いくるめて解散して、俺は半ば混乱したまま帰宅しました。数日後、H と連絡を取って、A を交えて三人で会い、やっと俺は事情説明を受けることができました。分身というか、自分の姿を見る人が出る場所、たたりなどがないかを調べてくれ、との依頼を受けて、見た人と直接会った H が、敵の気配や強さがなぜか読めないことに心配になって、保険として B を呼ぶことを考えた。口実に俺との飲みをセッティングしたのは前述の通り。とりあえず気配を探りに一人で現地入りした H は、相手の気配が予想以上にしょぼくて貧相であることに拍子抜けしたそうです。確かに霊的なものがいる。だけど年代物の割には本当にしょぼい。相談者に会っても読めなかったのは、しょぼすぎて気配が弱かったからだと納得をしたほど。分身などを見せる以上のことができそうには全く思えないから気にする必要はなし。それが当初の H の結論でした。いやね、本当に貧相だったのよ。来て損したって思うくらい。とのこと。それで B が待ち合わせ場所の石碑に来て、二人で俺を待っていた。ただ、最悪の事態を想定して、待ち合わせ時間をずらしてあったんで、暇すぎて間が持たない。最悪の事態というのは、やばい者がいたら、うまいこと B のあれを使って、B 当人には気づかせないように片付けようと算段をしていたらしい。H のこういうところが A の神経に触るようですけど。B がガムが欲しいと言ったので、コンビニへの道を教えて行かせた。一人残って、漂えども姿がない貧相な気配をお遊び程度に探っているうちに俺が到着。続いて B が帰還。その時はね、本当に変だとは思わなかったんだよ。あれもいたし。H も A も見える人は皆、人を見るときには外見だけではなく、自然と気配やついているものも見るのだそうです。B は普通に間違いなく B の気配を持っていて、ちゃんとあれもいた。何も疑う要素はなかった。ただ一つ違和感があったのは、ちゃんと見えるあれの気配が変に弱いというか薄いということ。気配の質は同じだから、B の中に引っ込んでしまうと気配が弱まってしまうのかな。そう解釈をしてスルーしていたんだけど、仕事の電話で石碑を離れてからもどうしても気にかかる。なんだろう、あの見えるのに弱いというか、薄いっていうか、ペライというか、そう考え続けて、ふと頭に浮かんだ言葉。ハリボテみたいな気配。いや、引っ込むと外側が抜け殻っぽく残るのかな。そう考えても、どうしても違和感が打ち消すことができない。形だけ残して中身が引っ込むとか。なんかすごく不自然。そういう偽装やハッタリとは一切無縁な、生の力がむき出しているような存在が B のあれだというのに。どんどん不信感が増してきたんで、電話を中断して引き返して、こっそり B の写メを取り、A に送って聞いてみたそうです。すぐに A から返信があって、B のあれではない。絶対に違うと断言。あれは引っ込むと形が見えなくなる。その時も気配は残り香みたいに B を包んでいる。
弱くなんかはならないと。その返事を受け取った H は、瞬時に結論に到達したそうです。あれが偽物で、背負っている B が本物ということは絶対にない。ありえない。どんなにそっくりでも、B 丸ごと偽物なんだと。その辺の理屈は、正直俺が理解できない点もありましたが、とにかく偽物のあれを背負った普段通りの B は、見える人の視点ではありえないようです。なお、H を焦らせて、A にも驚きだと言われた事実。それは責任にいた者が、気配や付き物まで模写したということ。二人が言うには、人の声や姿を真似る者は割といる。そして、人間の姿を模した程度の者は、本人の気配や憑依している霊などを映さないので、幻覚で化けていても、見える人には疑問の余地なくわかるのだそうです。なのに今回のものは、本人の気配やオーラ的なものどころか、背後の霊の気配まで含めてコピーしようとしたわけです。これは本当に、見るのも聞くのも二人とも初のケースだそうな。B さんのあれも特殊なレアなものだし、さすがにこびりきれなかったんだろうけど。それでもあの精度だよ。普通の人なら守護霊まで完全にコピーできる可能性が高いよ。H さんが騙されたくらいだもんね。なんだろう。それ、弱いというのも不利じゃなかったんですか？ A の質問に H が身振り手振りを交えて説明した限りでは、A の見解でも、それは確かに取るに足らないレベルとのこと。そのしょぼい貧相な気配が、B を模して何をしたかったのかも謎。あの時 H は、俺が狙われたのかと思って慌てていたそうですが、冷静に振り返ってみると、生身の人間をどうこうできるほどの力はなかったとのこと。そして今となっては、調査もできない状態。というのは、あの日 H に全力でぶん殴られたあの者に何があったのか。あれ以降、その貧相な気配の持ち主はいなくなってしまったからです。後日石碑を訪れた H と俺と A は、いなくなっちゃったと苦笑しながら言いました。A も同意したし、その頼まれ事は、どうやらこれで解決ということになるらしい。A が言うには、パニックで、フルスロットル状態の H に殴られ、消えたか逃げたかしたんじゃないかとのこと。また、H の突然の暴行に仰天したこと以外は、特に体感がなかったと思った俺だけど、後で思い出すと、一つだけ確かに変なことがあった。石碑の横で B だと思っていた何かと一通り喋った記憶はあるのに、何を話したのかが全く思い出せない。大学の頃の話をした。そんな曖昧な記憶だけが残っていて、何年生の時のことだとか、どのイベントの話だとかが全く思い出せない。飲み屋で本物の B が喋っていた言葉、俺が乳母の空気味だったにもかかわらず、しっかりと覚えているのに。H と A にそう話すと、さらに難しい顔で。ってことは、幻覚系じゃないよな。変身で H さんを騙すほどにそっくり？と、二人して首をかしげていました。長い割には結局オチはないんですけど、以上です。